5歳の息子さん。はい。ほう、これ何が強いの？その5歳で親父さんも勝てない全然。そうですね、もう全然相手にならないですね。あの子供の頃に誰もがやったことあると思うんですが、うん、プラスチックでこう15パズルってあの絵を合わせていくようなゲームがあるんですけども、ほうほう、はい、そのゲームの携帯アプリがありまして、ほうほう、でそれをちょっと子供にたまたまちょっと遊びでやらせてたところ、すごいスピードで完成させるので、あ、それも早いね、はい、もしウイシンが勝ったら、うん、あのウイシン保育園で友達が少なくて、お友達になってほしいっていうことを。友達になってほしい、はい、ないよ、なりたくないし、なりたくない、いやちょっと親父さん、ちょっと違うじゃん、本当に言っちゃない、親父さん、友達になりたくないって言ってる、今日だけは好きっていうところ、今日だけは好き、お父さん、ね、お父さんがさ差し込んだ感じがすごいのよ、サインとか、早くやんのかいい、うん、まあやりたいなら、じゃあな、じゃあ分かった分かった、サインをすればいいのね、はい、うん、いきますよ、はい、よーい、スタート、うん、この間はこう、トークつないといた方がいいってことですかね、あ、それはお父さん大丈夫ですか、はい、ほう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 、はい、なんだよこれ、これなんなんこのテレビ、うん、これどう、11と12がこれなんか入れ替わんねえかな、ギブアップ、じゃあウイシンくんにやって、うん、あ、やってもらえない、ウイシンくん、これ無理でしょ、こっからいけるウイシンくん、これ無理だよ、うん、散々やったんだもん、全部のパターンやったよ、うん、お、なんだ動きが違うぞ、早い、できた、すげえ、すごい、お父さん天才じゃないですか、はい。